ゲオルク・フリードリ・ヒフォンヘルトリング伯爵はドイツの政治家。バイエルン王国首相を経て1917年から1918年までドイツ帝国の第7代帝国最相を務めた。元は男爵で1914年に伯爵に昇爵した。バイエルン議会の最大政党である中央党の領袖として、 バイエルン摂政ルールイトポルトによって1912年バイエルン首相に指名された。第一次世界大戦が勃発すると帝国最小であったテオバルト・フォン・ベートマン・ホルベイクを支持するが、1917年になるト中央党の指導者であるマティアス・エルツベルガーは戦争に敗北している状態を知り、ベートマン・ホルベイクを避難した。戦争継続をもくろむエールヒルデンドルフ参謀。 次長は、ベートマンの弱腰ぶりからベートマン大臣に同調し、同年7月にベートマンは、帝国最少を辞任した。ゲオルク・ミヒャエリスを間において、10月31日に、ヘルトリングは、帝国最少、プロイセン首相に就任した。時すでに75歳の老齢であり、その保守主義も、相まって、総司令部を統御することは叶わず、パウル・フォン・ヒンデンブルク元帥とルーデンドルフが、 決定した政策に影響を与えることはできなかった。カトリック教徒としては哲学教授であり、カトリック教徒の友愛組織であるアスカニアブルグンディアカトリック学生団を結成している。女優のギラフォン・バイター・ハウンゼンはヘルトリングの彦にあたる。ありがとうございます。